ルだ。よし、続きやってこう。前回はですね、ズルジーだと思ってた人がハイラル王でした。で、そのハイラル王がなんかごちゃごちゃ言ってました。まあ、その中でも私鮮明に覚えているやりとりがありまして、ゼルダ姫はわしの娘じゃ。リンク君、一生かけてあの子を幸せにしてやってくれんか。はい、お父さん。なんか東の方に行けっつってたよね。ココリコ田中村みたいな。あ、何これ。あ、ここに行けってこと。インパを訪ねて。インパに何すればいいんだろう。マッサージかな。リンパならぬインパマッサージ。多分方角的にはこっちなんだよな。で、俺パラセールもらったからさ、飛んでくってことなんだよね。ちょっと楽しみだな。ただその前に、木を飛ぶ前に飛ぶ。ダメダメダメ。これです。皆さん見てください。ハイラル王が残したであろう最後の宝箱。これ絶対いいもの入ってる。多分だけどハイラル王の剣もしくは盾、一個ランクが高いと思うのよ。ここで琥珀とかオパールだったら俺も任天堂に電話するもん。頭おかしいのかって。じゃあいきますね。何入ってんだ。しょぼ。あ、でもまあまあ強いっちゃ強いのか。でもおかしくね。ハイラル王この世界守ってくれっていう割に残したもの、兵士の弓って。せめて王の弓残せよ。なに兵士の弓って。とりあえず行きますね。東に、とにかく私東に飛びたいと思います。西へ飛びます。ん、キヨ、ん、ん、どうしたってみんななってるかもしれないけど、もう止めても無駄なんだから。私一度西へ飛ぶって決めたら、このままガンガン西に飛んでやるんだから。ハイラル王、いや、お父さん、東へ行けって言ったでしょ。西へ飛び続ければいずれ東へ着くのさ。行くぞリンク。うわー、初めてのパラセール。楽しい。ド緊張してる顔。ド緊張の顔だな、お前。もうちょっと楽しめ。リンク、笑顔は？笑顔は？すごい、めちゃめちゃ緊張してるじゃん。これ頑張りゲージ使うんだね。あ、待って、これ届く？ちょっと待って、大丈夫か？リンク、それ届くかな？どうしよう、方向転換するにもさ、ちょっと待って、これ届くのか。お前、絶対無理なところ行ってるって。リンク、さすがにそこ無理だって。ちょっと待って、待って、待って。おちろちょ、もう一回パラセール、ダブルパラセール。わ、リンク、頑張れ、リンク、頑張れ。リンク頑張れ。どこ、ここ初着地どこ。謎にノーダメだったけど、初着地危な。これ待って、俺上上がっていくしかないっすかね。もう一回と、あれ、え、おい、なんだあいつ。おい、ちょっと待て。お前ら、いきなり面白いもん見せてやるぜ。ちょっと待って、リンク、どうする？いけるかこれ、高さ的に。はっ。ちっ、パラ、おっそ！激おそパラセール！あれ？あれ？あー、ぬ、出てこない。これ飛び込みじゃなきゃダメなんだよ。何この時間。え、何の音これ。何やつ、うわー、何やつ。ちょっと待って、タイム、俺まだ何もしてる、痛い。クソ、助けろ。おい、ハイラル王、クソ、あいつずるじゃん。あいつなんて天国、痛い。ねえ、誰でもいい。ちょっとゼルダ一回さ、こ、一回こっちに力貸せ。ゼルダ一回こっちに力貸せって。お前もう溺れる。なんすか、なんか変なの出たけど。いろいろね、ごちゃごちゃ出さないで。ねえ、復活したと思ったらね、多いって。ミニチャレンジ多いって。何 EX って、多いって。そんなに出す、一回に4個も出す必要ない。5個な、な、怖っ。え、壊れた任天堂。どうした、まだあんの。どんだけ出すの、ラムダの秘宝。もう終わった。うわ、まだあんの。いいって。俺違うの、メインストーリー進めたいだけなのに。なにこのエール、噂話知らんよ。ちょっと待って、お前、いい。もう行くぞ、俺ちょっと場所分かったぞ。こうして、あそこだよな。おい、空から参上してやろうか。これもうちょっと落ちてもいいかもしんねえな。落ちてパラセール。いたよな、なんかさっき強そうなやつ。まだ落ちていくか。いたゼノブレード2コラボ。やめろお前、単純にまだこのゲームクリアしてねえのに。こいつ強さ。よめちゃめちゃ強そうなやつ。俺は強いやつを求めてるんだよ。お前は強いのか。俺は弱いけど、
つは行ってやるとするか。いや待て、ここは武器を変えよう。爆弾矢だ。くそ、よし行った行った。ねえ、ええ、ヒノックス、ヒノックス、ちょっと待て、こいつ勝てんだ。まずは武器を変えよう。兵士の剣で、で俺ガードしつつ、なんかさ、ジャストガードとか多分あるよな、このゲーム。行こう行こう、あいつ爆弾してる。何してんだこいつ、隙だらけだな。おい、隙だらけでいいのか。ちょっと待て、あいつの股の下に入ろう。股の下に入れば、うわー、これ一発目普通の弓でもいいかな、もしかして。まず起こすだけなんじゃないか。でどうしよう、これガンガン使っていく、炎の矢とか。これ使ってどれぐらい食らう。あーでも爆弾弓のが食らう。あ待って、あいつ頭、あいつ頭の部分か。了解、じゃあうまく走り回りながらあいつの体力を減らしつつ攻撃してきそうになったらジャンプだな。来そうになったら止まったら走る。 OK、 いいよ。でここ結局ここだ、ここだ。あ当たってんじゃない。お、いいぞ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 。で今だ、で今食らわせる。あ余裕だな、これもう勝ったぞ。なんとなくまあ戦い方分かったんだよ。皆さんカットしてますけどね、もう何回も死んでます。ここ来い。でまず攻撃してくる。攻撃してくるの一回待つわ。攻撃してくるの待って、はい待って、攻撃してくるの待って。なんだこのにらめっこ、なんだこのにらめっこ。もう撃っていいの、撃っていいってこと。もう来んのかい、来んのかい。はい、目刺します。さあ行ってやろうぜ。でも俺ハテナって出てんだよな。月光のナイフ。なにこれ、ゲルド族の繊細な彫刻が施されたっけ。やべ、これ使えってこと。ちょ待って、さすがにまだっすよ、さすがにまだ使えないっすよ自分。ぼ、トゲボココンボだな。はい、あ待って、まだあるぞ今。待って今まだなんかあったら果てろ。こいつ待って、めちゃめちゃ武器持ってんのか。ジャンプ、めん、めん玉ぶっ倒れたら攻撃したいけど、俺今アイテムいっぱいいっぱいだよな。トゲコンボ壊れてからでいい、壊れてからでいい、壊れてからでいい、壊れてからでいい。はい、来ます、ジャンプ撃ちます。おい見てるカメラ、俺は相当強えぞ。兵士の槍、兵士の槍、撃て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 、いいぞいいぞいいぞ、行こう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 、行ける。で、これまた次来るよ、また来る。目行く、で、ためためまだ武器あったな今。でも使い終わるまで、使い終わるまで攻撃しろ。ハブいたハブいたハブいた、みんなハブいたハブいたハブいた。いいぞ、うわー危ない。目だ、目いけるか、目痛い、痛い痛い痛い。てめえこの野郎、武器なんか武器あったよな、ここに拾って出てんだよな確実に。でもこれいけるわ、みんないけるぞ俺。はい、ジャンプして、おいお前弱えな。ため技する、ため技 C のため技、攻撃 C の。いけ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 、来るか、うわ危ない、うえさて、もう終わるぜ、お前の時代も、お前の時代ももう終わるぜ。さて、この弓をちょっと取りてえから、弓ガンガン使ってっか。弓今もうポーチいっぱいあんで、1個捨ててもいいな。あの弓絶対強いやつだから、ちょっと、あれ確かさ、兵士の弓だったっけ。これを1個捨てといて、で、兵士の弓持っといて、いける。いや、いいよいいよ、待機、ジャンプ、オケうまい。で、これ兵士の弓持って、皆さんありがとう、終わるぜこいつの戦いも。さて、で、兵士の弓を、ちょっと待ってね、ここ爆弾一気に食らわしたいから爆弾にしとくか。はい、いや待って、今キープ、今キープ、今キープ、さあ見合ってます、さあ見合ってます。来たな、はい、攻撃してくる、いったよし。じゃあ最後は、待って、爆弾屋にやっちゃった、あったい。自分の爆弾で死んじゃった。もし今度こそ、なんかさっき自分の爆弾屋で死んじゃった気がするんだよ。さて、これで君からもらった武器で倒してやりましょうかね、月光のナイフじゃじゃーん。
しゃー勝った。何これ、ヒノックスの肝、肝ヒノックスから取ることができる大きな肝。よく見ると時々指まだ動いてんの。怖っ、心臓みたいなもんでしょ、ほぼ。薬の材料にできるんだって。え、なんか魚とかもあんじゃん。しかも今回ちゃんと武器ももらえた。そがやったら岩ロック勝つじゃん。あいつ何もくれなかったじゃん。じゃ、これバラシア・ジョネスの心臓と同じってことでいいんだよね。あのハンター×ハンターに出てきた。牙、ここら辺なんかさ、素材できるのかな。でも基本薬って書いてんね。で、焼きバス。うーわ、面白。これが醍醐味なんだろうな。うわ、いろんなタニシだって。魚のちょっと上級版みたい。焼きマックスサーモン、新鮮なマックスサーモン、味付けせずにシンプルに直火で焼き上げた。焼きマックスサーモン、絶対今の段階じゃ手に入れないからな。うわー、やったな、リック。しかもお前、月光のライフってかっこいい武器手に入れやがって。で、なんかさ、ハイラル王が必死に残してくれた兵士の弓、普通にもう一個手に入れちゃったいや、だってもう楽しい、このゲーム楽しいな。いきなりボスに挑めるって最高だな。あいつ何だったんだろう。てか、あいつ誰だったんだろう。ん、なんかいんな。悪いな、なんだこれ。ただの鶏肉か、鶏肉か。ただの鶏肉って言い方がもうひどいけど。あ、悪いな、一応鶏肉も集めとかなきゃいけないんだ。あ、しかもこれ2個手に入れた。よかったよかったよかった。なんかこっちの方もさ、あ、なんか集めれそう。え、なんだ、ポカポカヤンマじゃないの、俺が気になってんの。奥なんかいない。え、馬乗ってんぞ。すげえ、なんかこっちに来てるように見える。え、来てるな、来てんな、おい。ちょっと待って、こっち来い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 、いいぞ、来い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 、転がって転がって、くらね。いや、ちょっと待って今さ、今ちょっと待って、今もう強いやつとやったのよ、十分。よいしょ、ほら落ちた、やだー。待て待て、馬待て、馬ー、馬馬馬、泳いでない、なんかまだ馬いけそうじゃない。馬泳いでなかった今。馬馬馬、馬いる、馬行ってみっか。馬いるよな。え、馬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 、ちょっと待てって。乗らせてくれ。馬、馬待って、馬待って、馬後ろ後ろ後ろ、馬俺俺馬俺馬俺馬俺がいるんだって。馬待って待って待って、何考えてんの馬。なんでそんなことすんの。え、あっちあっち何、あっち何、あれなんだ。馬全然俺のこと見てくんない。え、確かに自分で行けるの必死だろうけど。魚がどんどん飛んだぞ。これなんだ。まあ、とりあえずはあいつらいなくなったわけだろ。くそー、ちょっと馬が残念だな。馬乗れると思ったんだけどな。ゲルドキャニオン入り口。何それ。なんか俺もよくわかんない。こう、なんかアジトみたいなところ来ちゃった。絶対今来る場所じゃねえんだろうけど。西に行き続ければ東に着くって。ハイラローが言ってたから、なんか俺は普通に東に行った方が絶対いいと思ったのに。なんすか、ビリビリだけ。ちょっと待って、戦わないよね。襲ってくんの、襲ってくるタイプ、逃げるタイプか。待って待って、乗れないかな。なあ、お前誰だ、狼か、狼なのかお前ら。ちょ、ごめん、あ、ちょっと強めのナイフにしちゃった。ちょ、弱めにするから、弱めの武器、畑のフォークにすっか。ちょ、待って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 って、ねえ待ってよ激コア激コアだろ。いたー、すっごい顔してるこの狼ちゃん。ね、俺こんなとこで何してんの。俺行くのどこだっけ、ここね、広。そう考えたら始まりの大地なんかそんな広くなかったもんな。オープンワールドにしたら狭いなって感じになってたもんな、最終的に。広俺知ってっかんな、見てるお前らがさ、いやキヨ、多分これ今年中終わんないでしょとかさ、このまま行くと300パートになりますねみたいな、なるわけねえだろ。ばとりあえずこのアジト狙ってみっか。おい、ここだぞ。俺はな、正々堂々逃げも隠れもしねえんだよ。見てるか、ポンコツ野郎。そうだよ、おめえだよ。
よし、うまっ、うまくない。これ登ってって今なんかさ、アイテムここら辺一回回収してから登るか。うわ、あそこにもアジトあんじゃん。全部破壊しようぜ。まあ、まずは登ってっていいのか。これ上にさ、敵絶対いるよね。強めの敵いるよな、きっと。どうしよっかな、武器。月光のナイフめちゃめちゃ強いから、とりあえず兵士の剣でいっか。あ、なんか音すんな。あ、これもーらい。あ、木の矢5本だって。何これ？トゲボコ弓。これは強い。トゲボコ弓は強いから、ボコ弓捨てて、いいぞ。あとは敵がいるから。いるか？いるか？いるな！ただ、こいつも、一発とはいかねえ！一発とはいかねえ！だったら、ガードだ。ガードして、攻撃シーンのと！うまいな！トゲコンボ欲しいな！まあ、強そうなの来ちゃった！やべえ、壊れちゃった！ああ、パラセール、あぶねえ！上から来るか、落ちてくるか、あいつら落ちてくんのか。もう一回行ってやるか。じゃあこれさ、土初心者が裸でやるようなとこじゃないと思うんすよね、僕。来た？まだ来てないね。来るか？来たな。ガードしてな、ちゃんと落として。やった、落としたらあいつは即死か。いいぞ、あとはお前だけだ。なんかお前強そうなんだよな、武器が。こう降りてこい、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 降りてこいよ。こっちから行くか。パラセール、危ねえ！瞬間パラセール。これもうすぐ落ちちゃう。弓入りながらだったらちょっと場所わかんなくなるな。戦ってやるか。じゃあ、後ろだよ！何？敵に気づかれずに近接攻撃を行うと大ダメージ。あ、そうなん？そんなのあるの？待って、武器は？あ、なにこれ？これ俺知らないよな。トゲモリブリングヤリン、いずら、トゲモリブリンヤリ。モリブリンの槍。なんかいろいろ名前が多いな。角を持った動物の尾根を。強いじゃん、強いじゃん。ちょっと待って待って。武器捨ての。やば、面白いな。寄り道しちゃうって。なるべく最強の状態で行きたい俺とぞって思うさ、たまんねえもん。で、宝箱があります。これ多分、これも紙武器なんじゃない？こんななんかちっぽけな箱に見えて中身がめちゃめちゃいい剣じゃない？多分。これ、なんだろう。絶対喜ばなきゃいけないのよ、こういうのも。氷なんて多分強いだろうしね。でももう喜べねえ。なんか俺喜べねえ体になっちまった。だってさ、月光のナイフに溶けまくる。楽しい。あの、すいません。なんだっけ、リンパさんだっけ、インパさん。インパさんとあの2年後になりそうです。人取りアイテムも回収したんで、もう一個の俺が占領したい場所行くか。でもこれ見た感じ敵いねえんだよな。で、看板があんだよ。この看板なんか書いてんのかな？看板とか今までなかったもんね。あ、書いてる。この先道なり、ゲルドキャニオン馬宿。砂漠に入る前に、馬宿！道なりね？道なりくんに行くってこと？どこ道なりって。ごめんね、道なりって言っても道どっち？右と左があるんだけど。とりあえずこれ登ってって、ここも、あ、なにこれ？もうすでに俺のアジトになってんのか。全部破壊すか、じゃあ。ん？なんか音？なんか、待って待って、ねえ待って、君やばいって。ゆいちゃん、弓対決、弓対決する、弓対決する。よっしゃ、危ねえ、怖ー、ねえ、緊張の戦いだったよ。今回復しろよって思ったよね。まず回復しろよって。危ねえ、緊張の戦いだった。でも俺どんどん強くなってっからさ、そう簡単にやられるんだよな。こんぐらいでいっか、とりあえずは。何？武器は。あ、これがモリブリンってやつなんだ。はいはいはい。スリザリンに似たやつだね。了解了解。木の矢で。これは？兵士の弓。え？ちょっと待って。ハイラロー！ハイラロー！ハイラローがくれた兵士の弓、ちょっと。兵士の弓、ガンガン手に入るんすけど。ハイラローが兵士の弓。やばいぐらい手に入るんすけど。よいしょ。こん中は何？ここ何？何あんの？え、絶対なんかあるよな。ちょっとビタロックやってみる？はい。こんなもんで、フォーク壊れそうだけど、これどうなる？跳ね返ったりする？あ、うん、あ、うん、なんじゃ？
なんじゃそれ。なんかここ怪しくね。固まりすぎじゃね。爆弾ではない。さすがに爆弾ではないか。あ、なんかずれた。あ、ある。これだ。え、これ絶対いい宝箱じゃん。何？皆さん、なんだこれ。私も進む気配が見えません。すっごいキラキラしてる。これ何？黒曜石みたいな、なんかすんのか。これでなんか、おっと、なんだ岩塩。なんか焼肉食いたくなってきたな、岩塩って聞くと。美味しい料理なんか、あ、これ調味料の素ね。で、火打ち石か。あの、皆さん、すいません、進まないっす。このゲームね、無理だ。みんなの言う通り、俺300パートぐらいかかっちゃうかもしんない。早くインパの元行けや。これインパが誰か知んねえけどさ、インパ多分待ちくたびれてんだろうね。え、あいついつ来んのみたいな。え、でもここの祠行っていい？ここ目の前に祠なんだったらさ、一転した感じだった。あそこぶっ壊して、あそこもぶっ壊して、あれ看板で、あ、確かに道になってんな。あ、待って、俺馬屋で行けんじゃない。ちょ、俺先馬だな。パルセール、気持ちいい。そんな気持ちくないのに言ってます。あ、あのタワーあんじゃん。おい、ここで一番強いやつ出てこいよ。全員ボコボコにしてやっからよ。やっぱな。しかも、あ、待って、あ、おめえ弱いやつだから殺すわ。よいしょ。ふわ、バカめ、弓対決で俺に勝てると思うなよ。バカめ、弓対決で俺に勝てると思うなよ。実況者としてはあまり良くない、二度同じ投稿する。バカめ、タイム、まだだ、まだだから、まだだから、お遊び、お遊び。紐を切れ、紐だ、紐、いった、よっしゃと思ったけど、あれ、待って待って、待って、ねえ待って待って、なんか強そうなやつ来た。ねえ、なんか強そうなやつら来ちゃった。一旦これで逃げつつ、爆弾をリモコン爆弾の置きに変えて、ここで攻撃。よし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 、この攻撃が一番いい。で、お前だよ、お前ら。当たんねえか。おい、こっちだぞ。卑怯な戦い方。おい、おめえらやんねえのか。よくパーティーできんな、仲間死んでんのに。なんじゃこれ !45 だって！てめえ死ねばか！ほら、俺絶対おかしいぞ、もう !45! おい、45億！ボコブリの肝、ああ、バラシア・ジョネスの心臓ね。やべえ、やべえ、もう話進めれねえよ、俺。これもういらねっか。ああ、ちょっとこっちの方がいらないな。やったで、まだいたよな。おい、覚えてるぞ、お前ら。お、なんだ、あ、ラッシュだって。あー、ならばこういう風にできるってことか。ジャスト攻撃っていうやつね。はいはい、もう全てを理解した。で、あったら、こうしてこうか。で、これでラッシュ、あ、でもラッシュ1回しか押せないな。あ、こっから連続攻撃できるってこと。うわ、すげー、面白い。すげーし、やっば、やばい。兵士の剣壊れちゃいそうなんだけど、もうめちゃめちゃに強そうな武器持ってんのよ。なんか面白くて夢中でやっちゃうな。終わったか、やっと。ちなみにですね、これ実はですね、これ強すぎてもう3回ぐらい死んじゃってます、私。3回ぐらい死んでね、なんか良さそうなトゲコンボみたいなやつゲットできなくなっちゃったんだよな。進めろよ、話。何してんの俺、なんでちょっとハードモードみたいなところやってんの。で、その結果手に入れるアイテムが、絶対おかしいよな。おい、お前らこれ絶対おかしいよな。
順番おかしいよな、俺まだこれで多分さ、俺そのまま行くわけでしょ、インパのところに。インパのところに行く途中にもいろんなアイテム手に入れれるだろうけど、俺きっと全部しょぼく感じちゃうぞ強すぎるってなあ全然強すぎるって騎士のちょっとみんな見て、みんなちょっとさ、流骨モリブリンパッドに騎士の盾って強いって、俺絶対もうこれしばらく誰にも負けんもん。ちょっと進むか、はい、進むって言っても皆さんの思う進むと俺の進む違うんですけどね。あーでも祠地剣だな絶対おかしい祠がこっちの上ってことになってるような。なんだいな、うん、大丈夫大丈夫、何もしないよ、何もしない。なんだこれ、何これ、なんか謎の宝箱、宝箱モドキーがあるんだけど、これちょっとなんか使えるかな。アイスメーカーじゃ無理だよな。ちょ、ビタロックでやってみっか。あ、いた、待って、宝箱の守り神ってこと、そういうこと。じゃあお前容赦なくやらせてもらうよ、こっちはや、ハート1でもお前にやってやるから、魔法の野郎。まあこういうことで、すっげー、こういうことなんですよ、結局弱肉強食の世界っていうのは。皆さんわかります？というわけで私回復しますね。マグネキャッチいける？あ、いった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 、ゲル、これいける。で、ゲルだよ、痛いんだから。急に、急にお金、急にルピー、あ、急にルピー、50ルピーかなり嬉しい。それどうやって取ったの？その隙間から手入れて取ったの？皆さん、急にお金です。結局そういうことなんですよ、任天堂も結局お金が大事だっていうことをね、分からせてくれてるんだな。ちょっとこれとりあえず上行ってみっか。ほんとさ、でもお金の概念とかさ、普通に進めてったら分かるんだろうけど、何も分かんねえまま50ルピー手に入れて、何も分かんねえまま祠来ちゃったチーズこれ何の祠すか、地の陽の祠地の陽っすかやってみようねえ、俺さ、これできんのかなついていけるかな、いきなりハイレベル祠行ってないから、まあやってみるだけやってみっか、わかんなくても。まあ多分難しいとしても解けないってことはないと思うんだよね。時間かけてても考えればできる場所だとは思うのよ。敵さえいなければね、敵さえいなければ私いけるんですよ。上昇気流に乗ってパラセールを使ったりとかもあんのか。地の陽、火の用心ってこと、それとも地ってことは、なにこれ、ちょっと難しそうだな。訪れをおこずれしご存まじょ、我は地の陽、久しぶりに喋ったのかお前、何言ってか分かんないぞ。なんか前に玉が流れてる。生と銅の選択、静脈と動脈、床屋のあるぐるぐる回ってる赤と青のやつじゃん。あれ、静脈と動脈表してんだよな。玉を入れるってことか、この感じは。え、待って、その前にさ、シーカーでチャキンってやって新しい能力とかねえんだ。まずはこう様子見しまして、マグネキャッチでできるわけではない。ちょっといろいろ見てみるか。ビタロックは、あ、ビタロックいける、ビタロックいけるから、ここで止めてみっか。あ、ビタロックで止まった、で、爆弾じゃない？違う、投げて、こう。あ、なんかそうっぽくない？ちょ、俺頭いいな。いった！いった！もしかして弓説ある？あ、いった！あ、いたいた、弓だ！弓でいいんだ！爆弾じゃなくていいのか？来た。これさ、俺いつもゼルダとお別れって言ってたけど、ゼルダとお別れだと悲しいから、ちょっともうちょっと前向きな言葉にするわ。ゼルダの元カレ。どうした、なんかすげえ嫌な気分になってる。お前そういうの気にするタイプなんだ。元カレとどういうことしてたとか結構気にするタイプなんだな、リンク。ゼルダの元カレっつったらこいつ気にすんだ。で、宝箱とかもあんのか、これなんだ、これ敵じゃねえよな。
はい、お前て、お前敵じゃねえか。待って待って、撃ってこないよね、撃ってこないよね、撃ってこない、ちょ待って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 、タイム、こわー、こわー、怖いって。ねえ、上級者の場所じゃん、ここ。よしよしよし、爆発させる、いいぞ。お前が撃つ前に俺が撃つ、よし、いいぞ。はい、終わり。で、ビタロック、ここ止めます。これ弓でいいから、さあこれじゃちょっと弓がさ足りなくなってくんな。ここ、素晴ら、素晴らしき世界だな。で、はめて、ハメス・ロドリゲスすることによって、なんか光が飛んできたぞ。なんかドア開くの早いって、もうちょっとゆっくりでいいって。ガンってドア開くタイプ危ないって。それこれさ、なんか上があるんだよね、どっかから登っていけるってことなのかな。まあ進んでっか、まずは。で、こっちは、まあ、敵ないよね。あれ敵か、宝箱だな。えー、何お前、難しそうだな。難しそうだな、ここ。弾をなあ、みんな今来るとこじゃねえよ、これ絶対よ。あ、なるほどね、あれに合わせていくのね。今ですね、はい、このタイミングで行って、一旦休憩して、あそこに弾入れるのか。え、宝箱も落ちてくるけど、宝箱は引っ張り上げれるのかな。ちょっと置くか一旦。マグネキャッチできるか見てみっか。来た、もらうぜ。リンク落ちんなよ。これ手前にやれる、手前にはどうやってやんだ、手前に移動、手前に、来た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 、手前に移動で、やったー。蹴るな、しかも良さげ。あ、止めれんじゃんこれ。こうね、むずすぎ、いける、むずすぎ。次のタイミングは投げる、あっちに、あっちに投げて、ビタロック回復待って、もう一回持って投げて、ここビタロックじゃない、ビタロック、こっちじゃねえ、あっちだから別にいいんだ。弾が待って、弾が。タイミングだ、あのタイミングできる、あ、無理だ、あー危ねえ。じゃ、これ待とう、とりあえず待とう、とりあえず、うわあ、挟まれてる。リンク暴れぞ、頑張れよ頑張れよ。何これ、でっけえ弾持ちながらさ、ベルトコンベア走るって。これ何してんの、ずっと俺とリンク大騒ぎなんだって。お前と俺ずっとバカみたいになってるから、これいくなよ、お前1個でいくなよ、お前あのちっちゃいのでも俺いけますからみたいなオーラ出すなよ。これでいいか、これでいいか、これでいくぞ、これでいくぞ、今うまい、お前よくやった、お前よくやったな。よし、いくぞ。うわ、危ねえな。よいしょ、これ俺落ちれないよね、はい。で、お前じゃない、お前じゃない、逆逆、いい、そのボケいらねえから。ドア開くのは早いって、だからもうちょっとゆっくり開けて。ゼルダの元カレ、不服そうな顔、元カレの話しないでって顔してる。で、あ、来た、やっと。やっと来た。ねえ、ぶっ飛ばしてきちゃったんで大変でしたよ。チース、よっこいしょ、触っちゃいけないけど触ろっと、ピタッと。さて、もう名前忘れちゃった、ジンヨウでしたっけ。試練を克服され、よくぞここまで、あなた様こそ孫うことなき勇者。全員それで手見して、どういう手してんの。今こそ女神アイリアの名において克服の証を授けましょう。今まではさ、ちょっと気候法だったり。何その手、え、すごっ、なんかサイズ測ってる手してた、箱のサイズ測ってる手してた。自分の自信がもうさ、見て、僕のこの幅は30センチだからって言って、急に説明してくるやつ。僕のここの指から指は30センチだからとか言ってくるやつ。ねえねえ、こんな頑張ったのに克服の証1個、これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと、みんなによろしくな。もう全員の名前忘れちまったけど、みんなによろしくな。ま、オーヌには特によろしくな。そいつしか知らねえんだけど。あ、雨の日にしか生えない植物とか、だから雨とかたまに降るんだ。さあ、戻ってきた。ちょっと寒いな。結局、能力手に入れられなかったから、告白流し1個しか手に入れれてないってこと？もうここ使わねえから破壊していいんじゃねえのか？何？
あ、ごめん、おかみ、ごめん、ごめん、守り神、ごめん、守り神、ごめんな。なんか明らかにおかしい、でけえ気あんぞ。いるか。やべって。ちょ、やべって、やべって、待って、待って、待って。俺別にさ、お前と戦いてるわけじゃねえんだって。え、言ってくんなって、お前。禁止、それ。くんのかよ。当たってない。俺ちょ、弓あと8本しかないから。ねえ。あぶねえ。ちょ、集めよう。ちょ、あんな奴のせいで俺の弓が、もういや、あいつ何なの一回死んだのにもう一回、だから簡単に兵士の弓手に入んなって。ねえ、俺の、弓旅人の弓がいらんくなっちゃった。ほぼほぼ兵士の弓になっちゃったじゃん。ハイラルオがあんな思いで残してくれたのが、あれ今俺弓打っちゃわなかった。やべえ、木の矢が欲しい。ねえ、俺毎回矢と弓を間違えてない？いつも自分でさ、テロップで編集すんの恥ずかしいんだけど。おい、この上絶対なんかいるよな。登ってこ。でっけえ木だ。なんか面白いもんがあるはずだ。なんか音する。ピアノをカン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 って押してる音がする。ここなんだ。なんもねえわけねえだろ。おい、なんもねえぶっとい木なのか、ここ。悲しいピアノの音カンって鳴らすな。この木なんだよ。本当になんもねえのかよ。パラセルしよう、気持ちいいから。え、なんか敵いない？オオカミちゃんもいる。ちょっと待って、ここは一旦俺は馬宿に行きてえから、あいつら声ぐれ強えからさ、一旦馬宿に行こうぜ。なあ、俺ちょっと、俺今どこに来てんの？これどこだ、ここ。で、迷子。シンプル迷子なんだけど。あそこも行ってみてえな。なんか変わったところにあんな。あ、塔行った方がいいのか。え、なんかすごくない、ここ。なにこれ。え、なんか危ないものが降ってきてない？すげえ岩降ってきてるけど。なんで俺めがけてくんの、おかしいじゃん。俺めがけてくんな、そもそも。どうも。おい、誰かいるか。ここで一番強いやついねえか。俺とやろうぜ。俺一応さ、元騎士、騎士っていうかさ、英雄なんだけどさ、あんま使ってるスマホドコモなんですけどね、つって。なあ、誰もいねえのか、やっぱり。人いねえのかな、俺。ちょ、登ってみっか。お邪魔します。だよ、こっち、ハイラル王の意志引き継いでるもんなのによ。うめえ飯とか用意しとけよ。気配感じとけ。英雄が来た気配感じとけよ、この村の奴ら。ここ村なのか、まず。なんにもねえな、ここ。上に誰かいんのか？ここどこだ？ここそもそもどこだ？よいしょ。失礼。来たと思ったら破壊して。まあ俺勇者だからさ。許してよな。別に悪気があってやってるわけじゃねえんだ。あ、なんかあっちから行けそうだな。なんかここさ、行けねえんだよな、上に。ちょっとケチくせえよな。行けるルート用意しといてほしいのに、木の矢がある。なんでだ？なんか俺狙われてる？気づいたら。あ、これ何？これ壊していっかな。なんかもう目の前にあるもの全部壊したくなっちゃう。あ、壊れねえ。多分今来る場所じゃねえんだろうな。何を、何の音？何の音今の。ねえ。何の、ねえ、それ何？絶対いちゃいけない生物じゃん、君。弱、うわっぷね！気持ち悪いなぁ。キチュチュゼリー、エレキチュチュにそっくり。エレキチュチュ知らんて。そっくりな、プルプルした塊、しびれる音ではないが常にビリビリしている。叩くと破裂して周りに電気を発生させる。なんかそういう大人のおもちゃみたいな感じなのかな、これ。結構ニンテンド入れてくるよな、そういうの好きだよな。逃げろーっつってる。おい、人がいるっていうか、おい、何、人いんじゃん普通に。お前何してんの。え、人じゃん。あ、そういうこと？俺がやれってことか、こいつらを。仕方ねえ。いいだろう。おい。待て、お前ら。狙うな。おい。あいつ人がいるんだよ。人が困ってんだろうが。あいつ逃げたか？すいません、肉。極上ゲロ肉だったよ。まだ肉だ、まだ肉だ。もう言っていなかったか？いや、もう言っていなかった。おい、逃げんな、逃げんな、逃げんな、お前。そっちに逃げ道あんのか？ちょ、あいつだけ逃がしてやっか。どうしよう。逃がしたと思ったあっちから60体ぐらい連れてきたら。さすがに俺も一緒に逃げよう。あ、これ火つけれんじゃない？ポカポカだけ。
あ、良さそうなアイテム。で、これでも壊せんだよな、これで。はい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 。岩塩ゲットしの。これも壊して。でもこのアイテムがなくなると怖いな。いら、琥珀普通に手に入れれんのかい。で、光ってるものがあって。おい！全部逃がしちゃったぜ。どこかにいい馬は？やべえ、人がいる。ズッキー！ズッキー！初めての人、ズッキー！な、お前俺と一緒に試しようぜ。いやいや、こんなところで人に会うとは、不幸中の幸いとは、こういうことなんですね。いいな、服くれよ。私もあなたと同じ旅人なのですが、この峠で魔物に襲われてしまいましてね。あ、俺もめっちゃ襲われた。なんか全然すげえでっかいゴブリンとか気持ち悪いぐらい強い奴らといた。あ、その時、相棒の馬が逃げていってしまいまして、ここで立ち往生しているところだったんです。へえ、俺も馬何体か見つけたぜ。馬さえいればまた旅を続けられるのに。あなたに同じ旅の仲間としてお願いがあります。何？旅の途中で私に合うような馬を見つけたら100、いや、いや、同じ旅人だというのに残念です。でも私はあなたを信じてここでお待ちしていますだってさ、俺馬いねえんだもん。俺が馬ゲットした途端さ、お前にあげるみたいなイベント始まったら嫌だからさ。ちょっと、あ、ねえ見て見て、すげえ武器手に入れてんだこれ。えい、冗談じゃんクソつまんない陽キャのノリ冗談じゃんつって暴力を出すちょっとつまんねえ奴らいるよな。これ何なの？ねえ、これ欲しいんだけど。お母さん、この光ってんの欲しい。薪の束を近くに置いておくと薪の束を近くに置いておく。あ、火ついた。あ、違うな、位置が。あ、でも、あ、こっちにも火ついてる。あ、料理できる。暇も潰せる。完璧。皆さん、私、もうこれで合ってんのか分かんないけど、火つきました。ちょっといろいろ料理作ったり、ちょっとはちゃめちゃにいろいろするわ。あ、面白い。これ何？あ、負けの玉、負けだけとした。料理するか。お前、何ちょっと火浴びようとしてんだよ。ズッキー、お前、俺の火だかんな、ズッキー。薬って何だ？ちょ、手に持ってみる？虫と一緒にだから、静かホタル。で、とりあえずキノコ入れてみっか。俺もさ、ハート3以上回復する気ねえからさ、なんか大幅回復とかいらないのよね。これ何ができんの？忍び薬！近づいても気づかれないだって！気持ちを落ち着かせる静けさ、急進じゃん。もう急進じゃん、これ。飲むと動物や魔物に気づかれにくくなる。そういうのもあんのか、面白いな。よく見ると細かい毛がびっしり生えてる。なんかやだな。これも虫と一緒に煮込んだらなんかあんだって。ちょっと2個やってみっか。静かホタルにして。で、あと1個は、ちょっとじゃあどんぐりにすっか。これでどうなんの？やべ、料理楽しい。料理楽しいわ。一緒じゃねえか。キースの羽。これバンデーとキースの羽だけでもさ、これは忍び薬ができるのかな、シンプルに。いやー、何これ。何これ何これ、モザイク入ったぞ、ついに。任天堂ついにモザイク入れたな。モザイクを入れるってことは、ここだけのためにモザイク絶対使わねえから、もうリンクがチンコ。あ、そういうことか。近くで焼いたらかける4とかスペース使わないんだけど、料理したら全部1個単位でスペース使っちゃうことになるのか。はいはいはい。なんで逃げたんだ、お前は。これもいずれ来ることにはなるんだろうな。ちょっと行ってみるか、このまま。あー、でもなんかちょっとでかそう。あ、なんか書いてるもんね、明らかに。馬宿って言ってたけど、やっぱもう崩壊してるんだ。全然人はいないんだ。あ、ルピー、もうわかんねえのよ、この基準。そういえばあいつに会ってねえな。ちょっと寂しくなってきたぞ。何それ。君誰？逃がしてあげるけど、可愛いから。一旦進んでくね。進んでくねって、進んでないんだけどね全然進んでないんだけど一旦進んでくね、このまま。おっと、また光がある。やべえ、楽しい、この未知の世界。やめらんねえな、これ止まんねえわ。これどうやって進めんの、このゲームって。ごめん、このゲームの進め方俺わかんねえわ。風強っ。すげえ、上来てもまだ上があるぞ、このゲーム。上には上があるんだな。うわ、でも誰もいねえ。誰、君。おーい、なんかちょっとさ、変
たやついる。おい君誰？敵だー。ちょっと待って、え、何、どこ行った、どこ行った、なんか光ってる、なんか光ってる、撃てる、ホブレー、こいつ行くか、行くか、よし行け、武器がね、なんでお前武器持ってない、これ月光のナイフ使おう。なにこいつ、こいつ強そう。うわっ、危ない、いけ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 、よっしゃ。なんか手に入れたぞ、ファイヤーロッド。もう魔法の技手に入れ。なんでこんな早いの俺。よった、やった、なんか俺仲間かと思っちゃったじゃん、あいつ。やべえ、なんかハラハラすんね。絶対に強いだろうって人戦ってっからさ、ハラハラするわ。いいな、面白いな。塔あんじゃん。なんか上行ったら、俺は気づいたら塔に来てたんだね。ちょっとみんな見とけ。ここでラッシュっていうのをやるわ。ここ、ちょっと危ねえ、こわくてくて、強い、やめて、マジで来た、よし、ジャスト回避。やばい、うわ、強い、もうムカついてきたかもしれないです。こいつだ、はいはいはい、あ、弱いな、強いな、敵弱いし強い、え、強ー、持つ武器全部強い。で、こいつらも結局はこうしーの、こうして頭さえやっちゃえば終わり。やば。逃げてけ逃げてけ、強、武器がずっと強い。直接殴るとすぐ壊れてしまうってさ、どうやって攻撃すんの。すげえ。あれ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 、火事が、火事、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、もうリンク逃げるぞ。これね、火事は滞在なのよ、火事は本当に滞在だから、ちょっとリンク逃げよ逃げよ逃げよ。絶対縦の向き違う、リンク絶対縦の向き違うって。ちょっと待って、行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行くぞ、背中取ってる、背中取ってる、背中取ってるよ。え、うわー、お母さん。もうちょっと早めに攻撃したら一撃だったのかな。デスゲームで死ぬ男の子じゃん。わあ、お母さんって、あいつやだ。もういらんから、あのアイテム。ちょっと待って、その上だよ、なんかあんだ、なにこれ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 。なんかやばい、やっぱ火事起こしたからか俺。なに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 、なんかこれ変な進め方した。なに、姫ちゃん、姫ちゃん、気をつけて、もう、え、なにか、気をつけよう、もうなに、ええ、それはガノンの魔力が満ちる、ガノンの魔力が満ちる時、地上を彷徨う魔物たちの魂が、ああ、再び肉体を取り戻してしまうんです。誰これ、リンク、え、ちょっと強そうな敵並べないで。知らん敵出さないで、強そうな。ちょっとねえ、ゼルダの姫ちゃん、ゼルダの姫ちゃん、ちょっと俺さ、え、どういうこと。ゼルダの姫ちゃん、赤き月の時って言ってたけど全然今赤くないですけど、え、ゼルダの姫ちゃん、もうこう、え、待って、復活してる、え、そんなのあんの。姫ちゃんの能力がちょっとさ、弱まってるってことなのかな。え、待って、やばいのいない、あ、葉っぱだ。上行こう、もう無理だってなあ、変なムービー入るし、これ俺が進め方間違ってっから変なムービー入ってんのかもさ、正式なムービーなのかもわかんねえしよ。いいんだ、すいません、みんなわかってんだ、俺進めるから。マックストリュフ、こんなところにトリュフあんの、こんなところに三大珍味入っていいの。やべ、トリュフポテトって知ってる、あれめっちゃうまくない、こっち走ってっか、え、上行けんだねこれ、あれ、なんか嫌な予感すんな、お前目覚まさないよな。えん、なんか光ってね、あ、違う、あれはなんだ、ホタルか、お前動か、ね、お前動かないよな、あ、大丈夫なやつだこれは、あ、古代のバネ、ここら辺にもあるんだね、このガーディアンって。やばい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 、こいつ絶対勝てない、
え、化石化した。何その能力。弓で行ってみる。あ、トゲボコ弓じゃ、あー、一個無駄にしちゃった。炎の弓で行ってみる。起きる。あー、強いね。全然食らってないもん。隠れよっか。こいつ、あ、撃ってきてる。バレてる。弓もらえる。あ、弓もらえない。あいつ来ないよね、近く。はいやで、で、今見た？で、今キモいぐらい速くなかった？速かったよね、あいつ。いけっかな。バレるなよ。ここまで来たらバレるな。バレた。やべ、やべやべえけど、ごめん。弓ばっか使ってんじゃねえぞ。ジャンプギリだ。てめえ、すげえな。この野郎。見えねえよ。見えねえけど勝てそうだよ。いったか、いった。リザルホスの爪。リザルホスって誰。で、弓は落としてねえのか、あいつ。あ、落としてる、落としてる。どんどん強くなってんじゃん、俺が。いや、もう。ね、インパと会うとき、フル装備で行っちゃうよ、俺。ね、インパ、インパはこれ以上のものくれるのかいな、インパ。弓は、もうトゲボコ弓がいらなくて、コーテスリザルボ、めっちゃ変なやつよ、コーテスリザルボ、やべえ、やべえ、笑っちゃう。ね、どんどんリンクが勝手に強くなっていっちゃうから笑っちゃうんだけど。ね、もう絶対これゴルフだよね。あ、弓、貴重な弓。あ、やだ、もうやだ、ね、やだった、やだ、二つの意味でやだ。あ、しょうもない。撃って、で、1でいいかな。結構なダメージ入ってるよね、これ1で。きっと足りない？2入れた方がよかった？あ、いった、入った。久々、よー、久々だな、俺結構強くなってんだ。うわー、見つかった。もうこれ、10個目になっちゃった。またね。あっさりした会話。あー、でもこれ岩をぶつけるっていう恒例行事ができないし、ごめん、武器が強すぎてさ、ちょっと痛いかも。行くよ。登ってくけどさ、敵がいたよな。あそこ、これ敵いるよね。え、む、え、見なかったことにすっか。あ、もう、生かしてやれ。別にあいつらもさ、こんな早く死にたいとも思わないだろ。うん、リンク、むしろむしろ、たまにはな、生かしてやれ、生かしてやれ。え、え、なに、え、え、こわ、え、なにあれ、嘘でしょ。え、ほんとに、コンビニの前のヤンキーぐらい怖くない？コンビニの前のヤンキーを表してる、完全に。やだ、コンビニの前のヤンキーってあいつは何なんだろうね。ほんとに邪魔なんだけど、あいつら。今の時代そもそも見ないけどさ、邪魔じゃない？別になんかしてくるわけじゃないのに、もうなんかされてる気分じゃない？コンビニの前にいるヤンキーって。これ登ってきるよね、リンク。お前なんか気持ち減る量早くない？あいつらに焦ってない？別にあいつらに勝てっからね、俺らだったら。やろうと思えばやれんだから。ただ今生かしておいてやってるだけで。あいつらもラッキーと思ってるよ、きっと。やべ、落ちちゃう。これパラセール使うことになっちゃいそう。ギリギリいける？最後の力振り絞って。いけ。あぶねえ。え？大丈夫だ。え？逃げれるかな？え？大丈夫だよね？怖
怖い怖い怖い、今回クリア、裏は多分大丈夫、裏は多分大丈夫だ、怖い、あぶっ、しあいつら騒いでる、ヤンキー騒いでるから気づいてない、ねえねえねえ、何ここ、地獄みたいなところ来ちゃったよ、やだあれ、ねえお父様、なんでこんな試練を僕に与えるんですか、上に行ったらこんにちはじゃないよね、こんにちは、あれなんか強そうってレベル超えてますね、うわぁ、あいつ何、あいつ何も来たんじゃないか、あいつらいない、よしよし、怖いね、怖いよね、いないよね、もうとっついた、とっついたからこっちの番だもんね、はい俺の勝ち、いけ、お、いけるか、これいけんな、氷の矢っていうのは固まんのか、あ、固まるんだ、あ、これいいじゃん、あ、しかももう固まった、固まった、よしー、やったおい、おめえなんかには負けねえぞ、おめえもだよ、おれあ、痛い痛い痛い、ビリビリしちゃった、これ何、もう、あ、これ持ってるやつか、角、あ、槍か、槍はそんないらねえな、攻撃力、トゲモリ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 、さあ、そんな強くないよね、9か、まあ、つけといていいか、わー、27のやつ使ってまで倒すの相手じゃなかったな、なんだよ、ここにいるやつらも弱いのか、結局あいつ、剣持ってない、剣ってなったら話別だぞ、で、これ使っていい？いた！こんにちは！どうも！よし！やべえ！いや、逃げろ逃げろ！兵士の剣かい！結局、塔まで来ちゃいましたね。あ、でも兵士の剣ちょうどいいか、使い勝手的には。これなんだ？謎の棒があるけど。これそもそもどうやって上に行くんだ？やべ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 、リコブルブル、え、これどうやって行くんだ？あ、ドミノか？え、でもそしたら塔倒れちゃうしな、塔のあそこまで行かなきゃいけねえんだ、ちょっと登ってって繋がって、はぁ、これちょっとあれか、ビタロックじゃねえや、マグネキャッチかなんかで動かしてく感じか、あー、はい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 、まず手前のここに、さっきのちっちゃかったのかな、ここに置けばアイスメーカー作れますよね、アイスメーカー作れんだね、よしよしよし、ここもアイスメーカーで作って、はい、いいねいいねいいね、わかりやすいわかりやすい、で壁、壁に、壁に、危ない、いける、リンク、それ、あ、いけるね、いけるね、なんでこんな苦労して塔行かなきゃいけないの、荒野の塔、おかしいね、来る順番絶対違う塔からだよねいや、いや、いっぱいいろんなルートあるんだろうけどさ初心者はルート通りに行け、はい、よし、いいぞここは簡単だな、で、上にあそこ登れるところがあるから、このまま、こうでいいのかな？え、これいける？あ、まあ、ギリギリいけるか。登ることはまあ、結構合ってる、この生き方で。エレベーターつけろや！なんでエレベーターつけねえんだよ、この塔！腹立つな、この塔。いや、でもちょっと、あ、ちょっと欲張っちゃった。まあ、いけるか。たどり着きましたね。もうね、これ、かりんとう登ってんの、俺。よし、ギリギリ。で、これでいいの？こんな古典的な言い方でいいのか？うん、激疲れ状態でもやってんだ、頑張って。
リンクよくやったな。なんかどんちゃん騒ぎだったな、ここに来るまで。シーカーストーン確認しました。シーカータワーを起動します。荒野の塔クリアー絶対違うねえ、やめやめて。ねえ、この塔あんま光らないで。目立ちたくないのよ、俺。こっそり行きたいから。いや、もう、なんか、それだけ？あ、来た、周辺情報の入手。あ、これ遊戯王の CM じゃない例え方、僕思いつきましたよ。マンシェリーの涙じゃない例え方、見て、水。いくよ、垂れるよ。来るよ。ポタ！目薬みたいだね。おい！逆切れ。え？周辺のマップ。ヒーロー。ヒーロー。ねえ、みんな、木を1年かかるかもねっていうやつらいるわけじゃん、うちの視聴者に。2年かかるかも。何？新しい機能って。シーカーセンサー？試練の行いと導く。到達していない試練の行いに近づくと反応を示す。ええー、シーカーセンサーはマップ画面で Y を押すことでオンオフ切り替える。ほう。じゃあ、他を見つけやすいってこと？単純に。いい機能じゃん。やったぜ！それだけ？シーカーセンサー稼働。おい、ちょっと待って、俺の目薬の下りは？ね、目薬の下り評価してよ！ミニマップの横に、あ、ほんとだ！反応する横を歩いていくと試練の蔵を探すことができます。砂漠地帯なんだ！ちょっと。俺があんなに歩き回ってきた始まりの大地、これ始まりの大地が、6、7、始まりの大地10個分みたいな広さある。ちょっと、やべ。やべえって。何？え、あれも何？何この塔？皆さん、僕ね、一応ね、半々ぐらい、ストーリー半分、散歩半分ぐらいで進めたいんで、ちょっと、戻ってストーリー進めよっか。と言いつつも、やっぱ、好奇心っていうのは抑えられねえよな。あ、なにあれ？なんか飛んでる？あれ。え、なんか飛んでね？いて。え、なんかあれ飛んでるよ？え、なんかあれ動いてない？え？え、動いてる！わー！ピン！俺がピンを刺したのはこいつだったのか、もしかして。そしてピンがずれていく。あっちは、あそこ行けっかな。落ちて、ギリギリでパラセールして、落ちて、パラセールして、落ちる。やばい、楽しい。しかも敵がいない。噛みってる。おい、そっち行かないでくれ。ぐるっと回ってくんのかな、あいつも。あれ、なんか変なとこ来た。すごい。見て。1、2、3、4、5、6。なんか7人の剣士みたいな奴らがいる。そして、手元に弾ある奴いなかった今。あ、弾がある奴らがいて、ここに弾入れるところもある。やべえ、でもこれはさすがにね、今やんない、今やんない、今さすがにやんない。俺あのラクダに乗る。音がする。おい！天空の城ラピュタじゃん、もう。おい！俺はここだぞー！行ってみっか。あ、いけるいける。あと1分半あるから。怖いもの知らず。好奇心だけで行くリンク。あ、いけんじゃんいけんじゃん。おーい待ってくれよよいしょ。足取られんな。大丈夫だぞ、リンク。こっちはあと5分ぐらい耐えれるから。で、これも取って、すっげえ天気悪いな、ここ。なんかめっちゃ雷鳴ってない？めっちゃ雷鳴ってる、お前。こんな。お前よく、裸一人でいけんな。どんちゃん騒ぎよ。パート4だと思えねえ、もう今。おーい！なんかお前敵に見えるけど、別に悪い奴じゃねえよな。あ、悪い奴じゃなさそうだ。攻撃してこない、別に対して。あれ？あれ？あれ？何その音？
うわー、死ぬ、なんだこれ、離せ、外せ、今すぐ外せ、うわー、なんだなんだ、うわー、イエー、ゼロだ。ちょっとね、実家帰ってきた気分なんだけどね、ね、実家帰ってきた気分なんだけど今ナッツ俺が行くのは東だから逆側だな、こっちだな。皆さん進めますよ、私ガンガン進めようかなって思います、このゲーム。行くぜリンク、フォー早速東に、あのお父様の言う通り東に行きました。でもここなんかさ旗があるよな、よいしょ、やべえやべえやべえ、待って、関係ねえじゃん強さ的の、もう早速強そうなやついいんじゃん、やろうぜ俺と。さておめえだ、おぶれ、あ、でも弱い、そんな強くないな、あ、弱いな、こいつ弱いっていうのがわかるわ。俺はな、お前レベルのやつはな、もう戦えねえんだ、弱すぎて、弱え。んー、ラストか、バイバーイ、当たってないで、攻撃も体力はちゃんとあるな。まあ、モリブリン、ボコブリンって言うんだね。俺いつもボコゴブリンって言ってたよね。それ気になった人絶対いるでしょ、今日ボコブリンだよって。こういう旗とかがあるんだね。あー、でもここももう破壊された街だったってことか。でもさっき住民ズッキーに会ったから、俺の一番最初にあったやつズッキーだから何があってもズッキーは守るって決めたんだよね。でも、まあ、馬は絶対やんねえけど。ここも、まあぐるっと回りてえけど、あれ動かないよな。そういうのって、あのさ、これあるあるなのかな、パラセール手に入れたらずっとパラセールしたくなっちゃうんだけど。何これ、あ、弱いなぁ、いらねえわ待ってさ、基準がもうさ、ルコツモリモリマットとさ、ゲッコロライフあるからさあ、でもまあ、あ、でもいっか、どうせアイテムはいろいろ手に入るだろう。じゃあここら辺見ながらアイテム回収もする。ハイラル宿場町、跡地、わ、もう跡地だからさ、人はやっぱいないんだね、ほとんどいないんだね、人は。なんかすごい量のコウモリいない、なにこれ、え、怖い、バットマンじゃん、バットマンじゃん、これバットマンがバットマンになるし、え、すごい量のコウモリ、やばいやばいやばい、この退治の仕方がやだ、え、バットマン、え、怖っ、キースの羽こんないらんでしょ、帰れよあいつら、怖っ。ちょっとみんな見てほしいんだけどさ、俺が行かなきゃいけないのはここなのよ。まあ、今回でインパーまではさすがに無理だろうけど、で俺が足跡ここもう無理よ、こっちだってこっちも気になるじゃん普通に考えたら。あ、こいつ兵士の剣、あ、兵士の盾だって、この武器でいいの、ねえ、もうちょっと楽しもうぜ、お前じゃ楽しめねえよ、弱くてよ、もっと強いやつくれよ。で、盾は、え、これ兵士の盾さ、16だっていうの一番強いんじゃない？俺兵士の盾よりさ、あ、すっごいの持ってる。よし、ガンガン登ってっからな。お前ら震えて待ってろ。おい。威勢よく待つなよ、震えて待ってろ、お前ら。よ。お前弓しかねえんだもんな。もうどうしようもねえよな、かわいそうに。はい、次、お前ボスいんのか？あ、お前も弓か？おい。ここら辺もっと強いやついねえのか？おめえがラストだな、おめえは強えよな、弱えな、まだ上あんのか、もうねえな、ちょ、弓欲しいんだよな、弓入ってねえかな、ナイス。この凱旋門みたいなところ行っていいのかな、なんかいい天気の日に来た、観光に来たけど天気悪いみたいな感じになっちゃった。で、びちょびちょだよ。でもいいもんな、裸だからそんな気になんねえもんな、服だったらちょっと重くなるけど、ハイリア大橋、え、すごい、かっけえ、かっけえけど、なあ、晴れの日に来てよ、なんで俺こんなビチャビチャのなんか橋走んなきゃいけないの、あ、やべえ、変なこと言っちゃった。橋走るだって。ちょっと困りましたね。困りましたね。聞かされてる方だってな、困ってんのは。これどこだよ。もういい。違うんだ、俺そっちにダメなんだ、ダメ。今日はもう、俺はもう十分やっただろ、我慢しろ、我慢しろ。今日は我慢しろ。今度にしろ、大橋に行くのは。なんか雨強くなってない？バツ印、何この、あ、地図のマップ上の中心地ってことか。なんか雨強い気がするんですけど、
わ、すっげえ高い。ね、晴れの日に、あ、なんかあるぞ。着いたー、着きました、皆さん。これどこだろう。あ、結構近い、結構近い。さっきもっと明らかに近いところで鳴ってた気するけどね。あれ？なんか死ぬほど晴れたぞ。でも雨降った後って虹が綺麗なんだよね。ねえなあ。でしょうね。そうだと思って今持ち上げるがためらいの間があったもん。見つかった。ありがとう。ちょっと匂う。ね、一回リンクこれ食べてみない？これ。またねー。あ、え、あ、あ、あるぞ。あんじゃん、めっちゃ近いところに。あ、しかも謎の岩。この岩もさ、絶対、明らかじゃない。え、これ何？ここの穴に入れるってこと？ちょっとこれ押してみるか。この感じはさ、結局あれか？もしかして。な、これあれか。逃げろ逃げろ。あ、出てくる。見つかった。いいいい、このさ、する必要のねえ会話やめない。またねえって遠いな。あれ、これやっちゃった俺。よく言った。よくギリギリで言ったな。蹴るな。サファイア。いやでもね、俺も宝石全部いらねえになるのよ。高値で取引されたも何もさ、そういうさ、売ってくれるってか、買い取ってくれるやついんのかって話なんだけど。ちょっと待って、あっち走っても飛んでみていい？うわ、ある。でもさ、すげえでっけえ橋見た後にこの橋なんかちんこく見えんな。ピコンピコンなってるけど、もう大丈夫、見つけてるから。大丈夫よ。うわ、ここ難しいのかな。でも俺さ、今日やった祠なんか、わし、リャコの祠、何それ。わしリャコって人の名前？わしの名前はリャコみたいな癖あり女だな。行きます。でも今日やった祠さ、なんか超難かったのよ。ビタって止めて、弾持って走ってみたいな、マグネキャッチもして、行ってきます。レッツゴー。わしリャコの祠ですね。名前さすがに忘れねえわ。ここは簡単であってくれよな。あ、でもここ、でももう2つ？ほこら、俺これで今日やるの4つにすればさ、また回復アイテムとかくれるってわけだもんな。到着。裸リンクでよく頑張ってるぜ。行こうぜ。さて、あー、扇風機みたいなのが流れてんの。ほこら、訪れし者よ、我はわしリャコ、女神ハイリアの名によき試練を与えよう。風の導き。風が流れてて、いい風が吹いてんなー。すごい、悠々白書の神じゃん。この風が吹いてるってことは、立てないってこと、ここには。めちゃめちゃ普通に立つな、お前。なあ、超巨大扇風機の前で立てるやついないぞ。これ、パラセールか？あ、これだ！うわ、なんか楽しい！バシッ、リャコ。弓！弓！いらねえ！こう見たら今日もあの、遊戯王の CM 前のやつないんだね。もう俺二度と目薬って言わない。やっぱりマンシェリーの涙って言うわ。でかいな。あ、でもここは、あ、使うだけっぽいな。そっか、パラセールをまずゲットしたら、ここに来るんだね。ここに来るんだな、最初は。普通。これ飛べば、あー、ごめんごめん。飛べばいいのかな。ここから、よいしょ！あー、いいね、いいね、いいね。簡単、簡単、簡単。痛いな。で、ここも上。ただ、宝箱とかがあるかもしんねえから、ちゃんと見とこうぜ。どっかに宝箱がある可能性は。あっちの奥とかは不自然じゃない？あ、あるね。で、この宝箱はマグネキャッチではないかな？違うね。多分飛んでくるのか。どうにかして。あ、でも、え、ゴール近っ！あの風が流れてるから。あ、わかった。あっち側にそのまままず行こう。で、この上もちょっと一旦行っていいですか。全体像を把握したい。ここは何の風？失敗したら戻るとかじゃないよね。だってこれ、祠終わったっけ？もうクリアだもんね。とりあえず行きますね。奥まで、レッツゴー！で、ここで、ちょこで！奥のこと考えてなかった！リンク、このまま奇跡的に！
あ、でも高さ的に着地着地でいいのか。まずここで着地で、ここで、あ、いけんじゃん普通に。いけんいけん。ちょっとちょっとちょっと何それ何リンク。いったいったぞ。合ってんのか知らんけど、こんなギリギリ、おー両手剣来た。こんなギリギリなのかこれ本当に。なあこれこんなギリギリなの。え、木こりの斧、え、木こりの斧がいらなくなるってことあんの。絶対ないよね。あー、貫通力あるけど、このファイアーロッドは正直めっちゃ貴重アイテムな気がするし、兵士の剣も強いんで、すごい。このトゲモブリン槍を捨てるっていう俺のこの勇気。でも20だもんね。20優なんで、完全に。チョップスティックなんで、で、このまま飛んで、よし!やっといける。見てたかい?俺のこの強引な技。割り、略を、うん、ギリギリ覚えてた。割りじゃない、わしか。さて、これで、試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。おい、なんか M 字開脚してない?元インリン・オブ・ジョイトイなの?今こそ、女神ハイリアの名において、克服の証を授けましょう。なんか、うわ、M 字開脚してる。完全にインリン・オブ・ジョイトイだ。元インリン・オブ・ジョイトイじゃん。何、元インリン・オブ・ジョイトイって。はい、これで2個入って、あと2つか。でも意外とさ、簡単だよね。早いよね、ホコラが一個一個クリアするの。回復してありがとう。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。みんなによろしくな。特に、ま、オーヌにはよろしくな。これ、毎回言ってたら、ま、オーヌ、何回俺によろしく言われることになるんだろう。ま、オーヌ以外の名前がね、覚えられないのよ。バシ、リアコンもほぼ忘れたし。あっさりしてる。じゃあそのまま進んでいくか。なんか怪しい岩だなぁ。そしてこんなところに石があんなぁ。いける？なんか腹立つよと思ったら後ろにめっちゃ石ある。何回でもできんのかいこれ。今の経験を生かしてちょっと左に。こうでどう?いった?回収。割としっかり回収してんだよな。またね、もう、俺 A 連打で飛ばすようになっちゃった、あいつとの会話。まだ終わってないぞ、お前。まだ終わってねえかんな。おら!お前を殺す気はあるんだ。全然お前を殺す気はあるんだ、俺。で、これでもう終わりか。早いな。で、あのアイテムも回収して、ゼルダと元カレ?ゼルダと元カレだって、リンク。ゼルダのじゃなくて、今復縁しようとしてるぞ。え?なんか今隕石落ちなかった?いや、なんかここに来て俺普通の矢が欲しくなるとは思わなかったわ。いや、もうね、いや、兵士の闇ね、弓ね、わかんのよ、兵士の弓。いっぱい持ってんすよ。これもう、鋼鉄リザルボ持ってる。くっそ、俺やっぱさ、順番通りに来ればよかったよ。もう。もう、イカレ殺人鬼なのよ、リンク。もう、無言でやっちゃうと。あ、5本セットだ。ラッキーで、肉も集めておきたいから、ありがてえ、ありがてえ。で、弓5本セット頼む。そろそろ弓5本。もう、剣とかね、盾とかいらないわ。結構、ほこらあるんだね。あ、すごい。なんか、竜の形してるような。ここもさ、なにこれ?え、なにこれ?え?なにここ?敵のアジトかと思ったら全然違えじゃん。人いん、それなに?あ、ここあれ?俺のさ、
馬の宿、馬宿なのか馬宿なのかわかんねえけどさ。え、めっちゃ普通に人いっぱいいんだけど。え、ちょっと祠もあるし。え、待って待って、まず祠やってから気になんなー。クソ気になんな、なんかもうサーカスじゃん。めっちゃ普通に人いた。ワゴ肩、ちょっと行ってきますね。ちょっと馬の、え、馬乗れるってこと？待って、俺じゃあさ、最初にいた砂漠地帯の馬、俺の捕まえ方間違ってたの？必死に川を泳いでる馬をさ、おい乗せろっつってさ、あれ間違ってたんだ。はず。さて、今回はでももう簡単だな。ちょっと難しいの先にやったから全部簡単に感じるな。え、難しそう。え、でも左上にもういいんじゃん。祠を訪れし者よ、我は和御方、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。鉄の橋、和御方の祠。いいだろう、やってやろう、このプリップリのお尻で。それは鉄の橋じゃなくてケツの橋。これ普通に登れるんだね。で、登って宝箱早速で、あとはもう動かせばいいんじゃねえのか。あそこに行くだけでしょ？よいしょ。これで、あ、なに早くない？ゼルダの元カレ、ゼルダの元カレ早くない？で、これを取って、あっちにかけりゃいい話なんじゃねえのかなって思うんですけど、うわ、ちょっとこれ、でもこれね、カット入ります。ね、これ合ってる本当に。ね、この日から合ってるのかな。まあこれだからいっか。よう来たぜ。もう宝箱は1個しかないもんな、多分1箇所に。名前もう忘れちゃった、ごめん。もう俺ね、頭の中がさっきのサーカスでいっぱいいっぱいなのよ。早めに終わらせてもらっていい？お前いいな、帽子、いいな、お前帽子あって、俺帽子もねえのに。謝罪前、謝罪すんだったら帽子取った方がいいよ、多分。そういうの結構怒る人いるから。今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。すごい、謝罪の体勢入ってる。ありがとうございます。なんかこれよく見たらさ、臭そうだよね。意味わかんない感想してすいません。ここら辺のさ、下り毎回一緒だからさ、いらないよね、俺思うけど。スキップしてもう大丈夫ってこと。あ、魔王ヌによろしくな、言っといてくれや。俺は元気でやってっぞって、なんかサーカス見つけたぞって言っといてくれよ。で、え？あ、こちら、合ってる。もう早速行かせてもらいます。もういっぱいいっぱいです、僕は。こういう、頭の中がこいつだけでいっぱいだ。馬乗れるってことだよね。うわ！ドンタカイでーす！何このペガサスジェイクロボードみたいなやつ。ヘイ！ヘイ！やっ！あなた初めて見る顔ですね。はじめまして。あ、どうも、はじめまして。私、この大きなカブトムシのリュックがトレードマークのテリーと申します。お、テリー伊藤って呼んでいいか。カブトムシのリュック、ごめん、今見えないんだ。気持ち悪い側の方、お腹の気持ち悪い方しか見れないんだ今。わお、うん、どうした。こんなご時世にも危険を顧みず旅してらっしゃるあなたのために、私一押しの虫たちや旅に欠かせない略奪商品売ってます。もしルピーにお困りでしたら、お手元にあるご不要の買い取りしてくれんだって。あ、宝石だって。さあ、なるほどね、ここで売ったりするんだ。ちょっと何言ってるか見るか。きっとお役に立つものあります。じっくりとご覧ください。木の矢、え、あ、でも値段6ルピーで1本、高っ。1本6ルピー高くない？ビリビリアゲハ、ビリビリヤンマ、ガッツガエル、高っ。薬にすると頑張りゲージが限界を超えて、あ、そういうなんだも今はいらねえかな。ちょ、とりあえず売るか、じゃあ。毎度ありがとうございます。売ります。何を売ってくだ、え、ちょっとさ、これガンガン売ってくわ。これ、こういうのってどれぐらいで売れんの？値段 8？ 小ぶりの牙ですね。え？じゃあ、俺62個あるからさ、20個とか売ったら？ 20 個で、あ、これめっちゃ、119ルピーなんで、俺とりあえず500ルピーぐらいまでにちょっといろいろ売ります。キモいほど集めた。うわ、すげえ。琥珀。これちょっとさ、どうしよっか。10個ぐらい残しとっか。うわ、すげえ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 。めっちゃ売れんじゃん。あ、もうちょっとで500ルピーだ。500ルピーぐらいでいいよね。サファイアとか、トバズ売ってもいいんだけど、
なんかもっと高く買い取ってくれるやついいんじゃねえかなとか思っちゃって、一旦無視するわ。もしくはさ、進行上なんか宝石が必要でとか言われたら困るから。で、弓を。弓買おっかな。いや、なんか30ルーピー木の矢5本ってさ、もう絶対高えと思うのよ。でもね、ここはね、せっかくあの買い取らせてばっかじゃ申し訳ねえから買うわ。オッケー、以上、もうなんもねえ。ありがとうな。ありがとうございました。次もよろしくお願いします。テリー、楽しそうだな。テリーで、俺はそんなところよりここよ。これだよな。マッケンバー。何、マッケンユー。マッケンユーの存在、マッケンバーじゃん。旅の方、ずいぶんとお元気そうな格好で。そうっすね。わかります。これ裸に、裸なんですけど、もう僕裸、これ傷だらけですからね。もう、ようこそ。ここは馬の管理や宿泊ができる馬宿でございます。馬宿だってんだね。おや、こちらのご利用は初めてですね。馬宿のシステムは熟知、何もしていない、何も知らない。それでは僭越ながら説明させていただきます。ありがとう。ここではあなたの所有する馬を預かったり連れ出したりすることができます。はいはい先生、マッケンバー先生、馬を所有していない場合はどうすればいいですか。まだ旅の道中、野生馬を見たかと思いますが、その野生馬を捕まえてここに、あ、連れてくればいいんだ。はいはい先生、マッケンバー先生、川で溺れている馬を捕まえようとしたら捕まえれませんでした。それはどうすればいいですか。野生馬をここに連れてきて登録すれば自分の馬。はぁ、あ、じゃああの時無理だったってこと。結局お一人が所有できる馬の数は最大5頭まで。馬主になれるってこと。もちろん気に入った馬を入れ替えます。そんなことできない俺は。野生を捕まえる、ちょっと捕まえたい俺馬。うん、それでは僭越ながら説明させていただきます。野生馬を捕まえるには背後からゆっくり気づかれないように近づいて飛び乗る。切っちゃダメなんだね。中には暴れ馬などいるので、暴れたらすかさずなだめてください。そのうちおとなしくなるので、そうなったらここまで。そういうのもあるんだ、馬の種類があるってことか。野生馬というだけすぐに人にはなれませんので。え、そうなの。ずっとさ、あの馬の頭のみその真横の剣先をさ突き立てとけばさ、お前いつでも殺すぞっていう脅しとけばなれるんじゃない、人に。勝手に方向を変えたりスピード落としたり結構気を使いますよ。違う方向に進み出したらこちらだよと優しく指示してからなだめてあげてください。そうやって馬と交流していくことで自然と懐いて言うことを聞くことになり。いいね、うん、ちょっとさ、俺とリンクのコンビだったらもうずっとどんちゃん騒ぎコンビだったから、おとなしい静かな馬にしよっか。私から教えられることは以上です。それでは改めて、ああ、ようこそ、ここは馬宿です。急に大声出すのお前。野生馬を捕まえてきたのであれば、その馬を登録できると。あ、お泊まりとかもあるんだ。じゃ、ちょっと馬捕まえたいんで。あ、やべ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 。まあ、登録できないからさよならでいっか。うん。じゃあの。あ、馬いいんじゃん。おい、かっこいい馬たち。後ろから近づけばいいっつってたよね。人んちの馬取ろうとしてる。これ何？木のモップ。武器にしてもある程度使える。まあ、これはいらねえか。なあなあ。どれかさ、ねえ、誰でもいいんだけど俺の馬になんねえか。逆に俺が馬になってもいいんだけどな。どうだ、意味わかんねえだろ。これなんだ、乗れんのか。お前らでもいいんだけどな。俺はおとなしそうで、しかも攻撃も強そうだし、ちょ、さすがに剣は振らないからな。リバーサイド見たぞさっき。それお腹空いたの。そう、お前喋ってねえか。ゴエタフ、いろんな奴らがいるんだな。お客さん一人旅ですかな。この美しい川沿いでの宿を。この川も美しいですが、ここから奥戸に住むと、とても美しい湿地帯。千の中洲。千の中洲、千個中洲があるってこと。私、美しいものに目がないのですよ。この麗しい体を見てもお分かりでしょう。うわぁ、すっげえ。エロい体してんな。でもどうだい、リンクの頃だから、なかなかエロいだろう。ところでお客さん、なかなか美しい目をしていますね。よろしければ私の思い出話。人の思い出話とか全然興味ねえんだけど。こいつ武勇伝とか語っていきそうじゃん。だる。まあ聞くけど。聞いていただけますか。ありがとうございます。それでは。このハイラル平原を北に行くとマガマガしい雰囲気のお城が見えてきます。今では魔物の巣窟と悩んでいますが、かつてはとても美しかったのでしょう。そこでは私の祖先、祖父の祖父が宮廷料理人として働いていたそうなのです。王家の方々はどのような料理を召し上がっていたのだろうか。私は幼い頃から美しい料理を妄想しながら様々な料理を食べました。極上獣の席、海の幸、カレー、キノコリゾット、また卵プリン。この嬉しい体はこのそのおかげかもしれませんね。今では生まれて働きながら。お前ずっとつまんねえな話。お前やっぱりずっとつまんねえな話が。美しい料理の話をするのが楽しみなのです。まあ料理が大好き料理人ってことは料理教えてくれんのかな。話が長くなってしまいましたが、旅の方、あなたの美しい目を見込んでお願いがあります。いいでしょう。何でも聞いてあげましょう。
もしハイラル城に足を踏み入れることがあれば、料理レシピの文献が残っていないか調べていただけないでしょうか。ほう、王家の料理を食してみたい。いいでしょう。ゴイタフ、いいな、楽しそうだな、そういうのも。じゃあちょっとまず俺ちょっと馬探してこなきゃいけない。あ、お前、じゃあ条件だ、お前馬になれ、俺の馬はどこにいんので。あれ、馬見っけ、馬見っけ、ねえ、ちょうだいその馬、ねえ馬ちょうだい、ねえ馬ちょうだい。ああ、親父、往診先で聞いた、なんと裸に関する情報だけどね。はい、裸ですねえねえ親父、奥にさ、コウモリがめ、だ親父じゃねえ、おさじだしょうもな、もうずっと俺4時間ぐらい撮ってるから頭おかしくなってきたちょっと早く、あ、そうなんだ、俺じゃ早く泳げてんだ、裸だと。ちょっと怖い、これ朝にしたら馬がいるとかあんのかな。でもおさじいなくなっちゃったな、馬いねえな、全然。結構先じゃなきゃ、でもまたここに戻ってこなきゃいけなくなるわけでしょ。ねえ、今日馬見つけて終わりたかったのに。あー、馬どっかにいねえ、俺の馬ね、馬候補、俺の馬候補いないから。ん、何してんだ、なんか橋の上でなんかしてるぞふ何してんだあいつらふふ死んだじゃん俺が助けに行く前に死んじゃったじゃんねいや、今助けに行ったけど、ボコボコ、ボコボコにされてる。これが本当のボコぶりになってる。おい、やめたれって。大丈夫ですか大丈夫ですかすいません、僕も大丈夫、大丈夫ですかしかも女性かわいそう。リーキ、まだ頭痛がする、こんなところに来るんじゃなかった。大丈夫ですかリーキ、元気になった。うん、私は川を見るのが好きなんです。絶え間なく流れ続ける川を見ていると、とても昔に大厄災があったとは思えない。でも見とれている間に魔物に見つかってしまったようです。もう馬宿に帰ります。帰りな、帰りな。ね、見つかってしまったようですじゃなくてさ、 ね走っていいのそんなに。ねえ、ボコボコにされた直後ってそんな走んない方がいいよ。あの、お前様子見に行くんなら助けろや。どんと来いでーすじゃねえんだお前、ムカつくな。